今日も始まりました。あれ、デビットがいない。自分を映してしまいました。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日は一体何を教えてくれるんでしょうか。まあ、今日は、私は何々と申します。おお、丁寧な言い方ですね、うん、そう、まあ、普通の言い方私は何々ですっていうね。そうです、はい、じゃあ、まあ、英語の My name is っていう感じ、うん、私はヨーグ。ヨーグ。ヨーグは私。ほうほう。うん。ヨーグ。ヨーグ。ヒーテル。ヒーテル。うん。それは、まあ、名前、名前、呼ぶ。名前を呼ぶ。みたいな感じ。ほうほう。動詞ですか？そうですね。うん。ヨーグ。ヒーテル。ヨーグ。ヒーテル。ダービッド。ダービッド。それはデイビッド。そうですね。スウェーデン語の読み方は、まあ、ダービッド。ちょっとフランス語もダビッドだと思います。ああ、ダビッド、うん。英語だとデイビッド。そう、英語はデイビッド。で、まあ、日本語もデイビッド。確かに。日本語だとデビッドか。うん、私はダービッドって言ったら、わかんない、ね、あんまり聞き取れない、うんうん。なので、まあ、一応日本ではデイビッドって言ってるけど、まあ、うん、スウェーデンではダービッド。ダービッド。ダービッド。ヨーギ。ヘーテル・ダーヴィッド。ヨーグ・ヘーテル・テペル。うん、そうですね。うん、で、うん、例えば、You、あなたは、Do。Do。Do、ヘーテル・テペル。それは、あの、クエスチョンだと、あ、また難しい。あ、Do、ヘーテル・デビッドとかでも、うん、その時は、ヨーグとヘーテル、うん、まあ、うん、あなただったら do になる。うん、do, hater を逆にすればいい。hater, do. 英語と一緒ね。うん、じゃあ、hater, do, baby? みたいな。うん、そう。hater, do, baby? てっぺい。ほうほうほう。まあ、動詞と主語を逆にすると質問になります。ほうほうほう。hater, do, てっぺい。あ、そうか。英語でもちょっと違うか。うん、ただ逆にするだけ。そう、ただ逆にする。あ、じゃあ、簡単は簡単だ、うん。それは。そう、まあ、日本語の方が簡単だと思う。ただ顔をしているだけで。ヨーグヘーテルダビッド。次が。次は、まあ、日本語はよろしくお願いしますって言うんだけど、それはちょっと、うん、まあ、通訳しにくいと思うんですけど、あんまり他の言語であんまり言わないと思います。うん、でもスウェーデン語では、トリーブリッツ、アッツ、テレッファス。でよく言います。おお、なんか言いましたね今。うん、トリーブリトリーブリ、うん、でこの G はあんまり発音しなくていいと思う。それでトリーブリッ、うん、トリーブリトリーブリッアッアッテレファストレファス、うん、そう、それは発音がとてもいいです。トリーブリアッテレファス、でテレファスは青のまあ楽しいとか、楽しんでる。ほうほう。アットってのは？うん。アットは英語のトゥーの。ああ、はは。うん。まあ、セールはナイス。基本的にナイス。だからナイストゥーミートユーみたいな感じ。うん。もうそれ、音で覚えるのがいいですね。音で。そう。自然に速さでちょっと言ってみてもらっていいですか、すべて。はい。Jag heter David. Trevligt att träffas. おお、いい響きですね。そうですか。でも響きは大事ね。こうやってこう音で覚える感じ、うん。そうですね。自分で言うのはちょっと時間かかるかもしれないけど、とりあえず、うん、ね。まあとりあえずはゆっくりでもいいと思う。うん、自分で言うときはね、うん。はい、はい、じゃあもう一度発音の方お願いします。はい。Jag heter David. Trevligt att träffas. ちょっと。時間がかかりそうですけど、のほほんと続けていきますんで、まあ、長い目で見守っていきます。これ多分そのまま覚えるだけで。そうですね、うん、自分の言うことも、ね、そう、はい、じゃあ、はい、またまたすぐにお待ちしてます、はいはい、よろしくお願いします。